それでは2点目のお話をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症についてでございます。現在北海道は感染拡大する局面に入ったこういう状況です。いつでも誰もが感染、その可能性がある、その高い感染レベルという状況にあります。道内の新規感染者数ですけれども、本日7895人という状況であります。人口10万人あたりでは 689.6 人という状況です。先週との比較では 40% 以上新規感染者数が増加という状況になっています。新規感染者数の増加とともに病床使用率についても 32.9% と、病床使用率も増加が続いています。注意が必要な状況にあります。重症病床使用率、こちらについては 5.6% ということで、引き続き低い水準にはあるわけでありますが、増加が見られるという状況にあります。全国的な状況では、全国的には緩やかに増加しているという状況にあるわけでありますけれども、この北海道を見ていただきますと、全国的にも増加をしてきているんですけれども、北海道がやはり全国と比べてもですね、非常に先行して新規感染者数が大きく増加しているという状況があります。10月の26日以降で言いますと、人口10万人あたりで北海道が全国の最多という状況になっています。道としては今後のさらなる感染拡大への警戒感を高めながら、検査体制の充実のほか、自宅療養者への万全の支援、医療提供体制の確保について再確認を行っていきます。自宅療養される方が体調悪化した際に適切に医療につないでいく、この陽性者健康サポートセンター、こちらを設置をさせていただいてから1ヶ月ということであります。この間、同立保健所管内でありますが、1万人を超える相談受付をし、療養されている方々に対する支援を行っています。具体的な例を申し上げますと、小学生のお子さんですけれども、小学生のお子さんが解熱剤の服用後も熱が下がりませんということで、水分摂取も困難ですという状況になったということで、保護者の方からセンターにご相談をいただきました。センターから連絡を受けた保健所が直ちに医療機関と調整を行いまして、当日中に受診をし、入院治療となったわけでありますが、現在は回復されている、こういった事例もございました。現在流行しております BA.5 系統は、これまでの変異株に比べて重症化リスクが低いとされているわけでありますが、今申し上げた事例のように、この症状が急変する、そういう事例もあります。また感染者数が増加をいたしますと、重症となる方も増えていきます。こうした事態も見越した上で、今後も迅速に対応できるように医療機関と連携をしながら必要な体制について再確認をしてまいります。そして現在、先ほど申し上げたように病床の使用率が上昇している、それが続いているという状況にあります。道北十勝県において11月7日からは病床フェーズを1から2と引き上げてまいります。道南県などの県域においても入院患者数の増加、これに即応できるように、地域の感染状況について注意深くモニタリングをしながら、関係団体とも情報を共有して、このフェーズの引き上げについて検討していきます。そして道民の皆様にも改めて点検をお願いをいたします。今感染レベルが高まる中、特に重要なポイントは3つになります。基本的な感染防止行動の実践、ワクチンの接種、食料品や日用品などの準備、この3つであります。現在北海道では感染が大きく拡大をしているわけでありますが、これまでの拡大局面と状況が異なっています。これまではより感染力の強い新たな変異株が出現をして、
その置き換わりとともに感染が急拡大をしていったということがあるわけでありますが、現在の流行株についてはこの夏の感染拡大と同じ BA.5 系統であります。現時点においてその変化は確認をされていないという状況にあります。こうした状況の中で国の専門家からはこれまで北海道や東北などで多くの増加が見られており、夜間滞留人口の増加などによる人の動きの活発化、これがあるということや、気温の低下によります換気がされにくい環境、そういったことにあること、そしてワクチン接種などで獲得をした免疫が低下をしている、こういったことなどが増加の要因ではないかということで、国の専門家からは指摘がされているところです。現在の流行株が BA.5 系統であることから、これまでと同様に基本的な感染防止行動が有効であるということに変わりありません。このため感染の増加要因とされる感染リスクの高まる場面で取り組みを一層徹底していく、このことが重要になります。具体的には人との距離が取れない場所はできる限り避けるということ、近くで会話するときなどはこの必ずこのマスクですねを着用し、屋外では基本的に外すということで、このマスクをつけるつけ外すということについてメリハリをつけていただくということ、そしてイベントの参加など施設の出入り口でこまめに手指消毒、これをしていただくということ、室内の気温を保つため外気を直接入れずに2つの部屋を使った2段階の換気など、こういったことをお願いを皆さんにしたいと思います。道民の皆様には日頃の生活の中でまずはこうした感染防止行動が徹底をされているかどうかということをお一人お一人、今感染が非常に拡大をしてきているそういう局面にありますので、お一人お一人こう見つめ直していただきたいというふうに思います。次に健康を守るためのワクチンの接種でありますが、道のワクチン接種センターでもオミクロン株対応型のワクチンの接種、これを実施をしています。明日3日からは12月3日、10日、17日の接種分の予約、これを前倒しで3日から予約を受け付けます。希望される方はコールセンターに予約をお願いをいたします。私自身も札幌の方から接種券が届きましたので、4回目の接種、これを近く行いたいと考えています。道民の皆様も接種できる時期が来ているという方につきましては、できるだけ早い接種のご検討をお願いをいたします。3つ目は日頃からの備えですあります。引き続きご自身によりますセルフケアを行っていただく考え方、これが重要であります。ご自宅に体温計、そして解熱剤、少なくとも3日分程度の食料品、これを準備をしていただくということとともに、ご用意できる場合については検査キット、これもお願いをしたいと思います。そして企業などの事業所などにおいては、居場所の切り替わりといったこの気が緩みがちなそういった場面における感染防止対策、また観光事業者の皆様をはじめ事業者の方々と利用者の皆様双方での感染防止、こういった点についても改めてお願いをいたします。そして現在10代以下の感染者数が増加をしています。道内でも学級閉鎖などの臨時休業も増加をしているところであります。このため学校では保護者の皆様に対しまして、ご家庭での感染防止へのご協力につきまして改めて依頼を行います。11月に入りまして、冬もすぐそこまで来ているという状況になりました。できる限り感染の拡大、これを抑えていく、医療への負荷を抑えていく、そのためには感染リスクの高まる場面などにおいて道民の皆様に取り組みを実践していただく、このことが何よりも重要になってまいります。これまで繰り返しお願いをしてきているところでありますが、
基本的な感染防止行動、少しでも感染に不安を感じるときの、無料の検査、そして、皆様の健康を守るためのワクチンの接種の検討、まあ、こういったことに関しまして、今一度、ご理解とご協力をお願い申し上げます。私からは以上です。